はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、今朝です。はい、朝の8時に撮影してます。もうちょっと過ぎちゃったかな、8時8分ですね。ちょうどね、朝8時に起きたので、今日はですね、これ今 Galaxy S20 Plus 5G の、バッテリー検証ですね、1日やってみようかなと思います。はい、で設定に関してはですね、まあ基本的にはこういう風にダークモードになってます。であとは動きが滑らかになる 120Hz のリフレッシュレートに今設定してあります。この状態で1日、まあ、普通にがっつり使ってみて、終わる頃に何パーセントになってるのかっていうのを今回はチェックしてみようと思います。で、定期的にですね、まあ何時間か経ったら、今何パーセントだよっていうのをちょっと報告していく感じで、ちょっとリアルに1日、使ってみてですね、どのぐらい使えるのかっていうのを今回はね、チェックしていこうと思います。で、今日はまだこの S20 Plus をですね、購入して2日目なので、まだね、いろいろやることあります。多分これだけで撮影する動画とかも作るし、設定をちょっと見直したりとか、まあいろいろね、使う頻度は高いと思いますので、まあ、1日経ってね、何パーぐらいまで残るのかチェックしていきましょう。ではこれからちょっと朝ごはんとか食べて、仕事をしてって感じで普通にちょっと過ごしつつバッテリーをチェックしていきます。はい、ということでちょっと朝ごはんを食べてきて、ちょろちょろ触りつつ朝ごはん食べて、今がですね8時43分ですね、40分ぐらい経ちまして、バッテリーがですね、96% になりました。まだね1時間経ってないんですけども、意外と減ったかなっていう気はしてますが、まあまだまだわかんないので、ちょっとこの後ね様子を見ていこうと思います。でこの後は、もう今まだ9時前ですけど、ここから動画編集のやり残しをやっていきます。でまあその後は、今日ね結構スケジュール立ってたんですよね。動画編集終わったら次ね、Galaxy S20 Plus で1本ちょっと動画撮ってみようかなと思います。まあ室内撮影でのちょっと検証とか、そのあたりをやってみようかなと思います。でそのあたりで使っていくと、おそらくもっとねグッと減っていく可能性があると思います。はい、そんな感じでちょっとね、まあ、普通にちょっと横に置いといて動画編集とかをして、まあどのぐらい消費するのかっていうところですね、チェックしていきたいと思います。はい、今ですね時間の方がですね、こちら11時35分になりました。ということでもう何時間経ったかな、朝8時ぐらいからやり始めたんで、8時半ぐらいからかな、やり始めたんで、3時間ぐらいですね、ずっと編集しててまだ編集終わってないんですよ。はい、ちょっと今回気合を入れた動画を作ってまして、まだ編集が終わってなくて、まあ終盤に差し掛かったぐらいまで、進んでます。というところで、今ですね、ちょくちょくにいじってて、バッテリーがですね、残り 92% になってます。はい。まあ、ほとんど編集に集中してて、たまにちょっと息抜きで触るぐらいだったので、まあ、減りは少ないかなっていうところですね。ちなみにどうだろう、デジタルウェルビーイングとか見てみましょうか。デジタルウェルビーイング。デジタルウェルビーイングね、今、こちらに出しましたけども、今32分ぐらい使ってる。ほぼツイッターですね。ツイッターをチラチラ見たりしているのと、YouTube スタジオでちょっとコメント返信したのと、YouTube ちょろっと見たぐらいで、まだ大して使ってないですね。ロックの解除は25回です。はい。そんな感じになっていて、まあ、このぐらい30分ぐらい、ちょこちょこ使ったかなぐらいで、今、91% に今なってます。はい、っていう感じですね。うん。まあ普通に仕事してる人ぐらいの使い方かなと思います。まあずっとスマホいじってるわけじゃないと思いますので、他のことにも集中しながらちょっと息抜きでスマホ触るぐらいな感じの、使い方ですね。この編集がちょっと終わったら、これから、Galaxy でちょっと動画を撮ろうと思ってますので、その後どうなるのかっていうところですね。で、あとちょっとお昼休憩、まあ昼ご飯食べたりとか、まあ1時間ちょいぐらいちょっと休憩しようかなと思いますので、その辺でちょっと、触る頻度が、高まると思いますので、その後午後、どのぐらいのバッテリーが残っているのかっていうところに、なってくると思います。はい。じゃあちょっと引き続きね、編集まず終わらせたいと思います。はい、ということで昼ご飯を食べてちょっと休憩をして、で動画もですね撮影が終わった状態になります。はい、ちょっと Galaxy S20 Plus 5G のちょっと室内撮影で内蔵マイクの品質をチェックするっていう動画を、先ほど撮りまして、それが撮り終わったところですね。今どのぐらいなのか、今時間がですね1時51分、昼の1時51分で、
バッテリーが 78% になります。はい。まあちょっと減ってきましたけども、まあこんなもんですよね。うん。で、一応デジタルウェルビングね、チェックしましょう。あ、ちなみにこれスクショ撮るときなんですけども、ギャラクシーって手でこうスッとスワイプしてこうスクショ撮れるんですよ。これなかなか他のスマホにはない特徴だったりするんですけども、こんな感じで今スクショ撮ったのがこちらですね。使用時間が1時間4分ですね、今のところ。で、ツイッターが一番多い。で、カメラが、まあ、12分ぐらい使いました。まあ、動画撮影したんで、そんな感じ。で、あと YouTube スタジオですね。ロック解除は41回、通知が156件ですね。今のところデジタルウェルビングはこんな感じ。だ1時間ちょい使って、今 78% っていうところですね。はい。じゃあ引き続きちょっとね、これからさっきの動画を、また編集に入ります。ということで、午後の部スタートでございます。はい、ということで、ここからはですね、Galaxy S20 Plus 5G の、撮影になります。ちょっとね、これから、別の動画の企画なんですけども、ジンバル使っていきたいと思います。Galaxy S20 Plus 5G は動画の手ブレ補正めっちゃ優秀なんですけども、ちょっとこれからですね、めちゃめちゃコンパクトな新しいジンバルがありまして、その検証を兼ねて、これからちょっと撮影に行くんですけども、まあその動画ね、また別でアップするんですが、ちょっとバッテリーどのくらい持つのかっていうところですね、そちらをちょっと見つつですね、撮影に行ってきたいと思います。ちょっと近所の散歩とかね、しながらジンバルを使って、撮影ね、チェックしてみたいと思います。行ってきます。はい、ということで撮影も終わって帰ってきまして、その後ですね、ちょっとまた別の動画も撮影しました。というのも S20 Plus 5G でまたちょっとカメラ撮影を、しまして、結構もう使いましたよ。もうバッテリーもだいぶなくなってきたんですけども、今時間がですね3時49分ですね。こちら3時49分なんですけども、バッテリーが 59% になりました。はい、こんな感じ。だから何時間使ったかな。デジタルウェルビーイング、使用時間が1時間58分ですね。もう結構使ってるんですけども、一番使ったアプリがカメラですね。49分カメラ使ってます。で、ツイッターが次17分で、その後ジンバルのアプリがですね、14分使ってます。はい。っていう感じですね。それ以外は YT スタジオ、マイファイル、Chrome、YouTube とかその辺ですね。ロックの解除は53回、通知が170回というところで、今 59% という感じになります。はい。ちょっとこれから、またね、編集に入ります。今こちらで撮った素材を、編集していくんですけども、そんな感じですね。まあこんだけバリバリ使ってるんで、まあ減るのは仕方ないんですけども、朝8時からなんで、7時間ちょいぐらいで、まあまだ半分以上残ってるって感じですね。今日は、8時ぐらいまで、で考えてます。12時間ぐらい検証して、まあ約丸1日使ってどのぐらいかっていうところをチェックしていきたいと思います。はい。では、編集に入ります。はい、じゃあ夜ご飯いただきまーす。今時間が5時41分ですね。今日はエビシューマイいただきまーす。はい、ということで夜の8時になりました。ということでこれ、ここでねバッテリー検証は最後にしたいと思います。はい、ということで、ラストですね。ちょっとね後ろすごい、賑やかになってるんですけども、ライトアップしてね、夜なんでちょっと夜感を出そうかなと思いまして、最後こんな風にしてみたんですけども、バッテリーがですね今こちら8時2分になってます。でバッテリーが残りちょうど 50% ですね。はい、うん、50% になっております。まあ、今日はですね、まあ、割と結構使った方だと思います。特にカメラはね、かなり使いました。まあ、やっぱり、購入して2日目に撮影しているので、カメラ周りをやっぱりね、重点的にちょっとチェックしていて、動画何本かな ?3 本分ぐらいの動画を、Galaxy S20 Plus 5G でね、撮ったんですけども、そのぐらい使いました。あ、今 49% になった。最後のデジタルウェルビングね、お見せしていきます。はい、こちらですね。デジタルウェルビングが、2時間19分ですね。はい、で、もう1枚。使ったアプリ、カメラが51分、それからツイッターが18分、ZY カミっていう、これジンバルのアプリですね。これジンバルの動画また別で出します。14分使いました。で、YouTube が9分。まあ、ちょっとですね。YouTube スタジオが9分。うん、これでコメント返信とか、チェックしてました。
で、マイファイルっていうね、これマイファイルってあのデータ転送に使えるんですよ。これ私の場合なんですけど、このギャラクシーで撮影したデータをパソコンに取り込むときなんですけど、直接ですね、ギャラクシーに USB Type-C 接続の SSD をブスッと挿してですね、で、このマイファイルでギャラクシーの中のデータを、まあ、SSD に入れて、その SSD をパソコンに直接接続して動画編集とかしてます。その感じが結構ね、早くていいかなと思ってます。で、Chrome 7分で、Facebook 3分、設定5分とか、そのぐらいですね。まあ今日はね、Galaxy をがっつりいじるっていうよりは、仕事をがっつりやってる日だったので、パソコンに向かってる時間がちょっと長めではありました。ただ、カメラで撮影している時間は結構ね、長かったんじゃないかなと思います。うん。そんな感じの1日で、まあ最後ね、8時過ぎで約 50% という結果になりました。まあバッテリーですけども、まあ 120Hz ってね、今回使いましたけど、まあ、体感そこまで悪いってことはないかなと思います。うん。まあこれだったらもう1日は余裕でね、持つかなと思います。はい。ちなみにあと何やったかっていうとね、SIM ロック解除も今日これやりました。SIM ロック解除ってもう普通に自分で購入後に、ね、できるんですけども、一括で au 版の Galaxy S20 Plus を購入したので、まあ、au のポータルサイトにログインして、SIM ロックの解除の手続きをね、サクサクっと進めて、解除したりとかも今日やってました。はい。そんな感じですね。まあ、要は普通に使って、まあ、1日朝から夜まで使って、半分ぐらいのバッテリー持ちになったよっていうところでございます。はい。ぜひ参考にしてみてください。この動画が良かったら、高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。